皆さんこんにちは、ブロガーの小作です。なんと女優の綾瀬はるかさんがコロナ感染になってですね、本当に驚いて、中等症の症状まで行ったということなんですけれども、ネットではですね、即入院できるのおかしいじゃないかっていうことを問題にしていますけれども、そこよりもですね、もっと恐ろしいのは、初めは陰性だったというこちらの方がですね、非常に大きな問題じゃないかなと思うので解説していきたいなと思います。で、この綾瀬はるかさんの状況なんですけれども、8月の20日に発熱が出て、ですぐにですね、多分自分で簡単に検査できるものだと思うんですけれども、抗原検査をやったと、ところが陰性だったんですね。で、ただですね、抗原検査って PCR 検査よりも精度が悪いので、念のため、都内のクリニックに行って、PCR 検査を翌日に受けたと。ところが PCR 検査も陰性だったということなんですね。で、その後、症状一旦収まったものの、また発熱して、8月26日に抗原検査をやったら陽性だと分かったということで、これ怖くないですか？本当は感染してるのに陰性だっていうことになってたわけですよ。で、これね、綾瀬はるかさんはきちっとその、陰性だけど発熱してるからって言って、様子を見てたからいいようなものですけれども、例えば他の人ね、一般の方とか、他の女優さんでもそうですけれども、あ、なんだ、8月21日に PCR 検査もやって陰性だったらただの熱かって言って、もし仕事に行っちゃったりとかしたらですよ、これもう感染を広げる結果になるってことですよね。これ本当に恐ろしいことで、抗原検査も陰性でした、 PCR も陰性でした、あ、じゃあただの熱なんだと思って、もし動き回っちゃったら、これもう感染させること、でも多分こういう人たちっていっぱいいると思うんですよ。そもそもちょっとの熱だから大丈夫だって言って動き回ってる人は検査もしないので、そういう人がコロナをばらまいてる可能性があるというわけですよね。これ本当に怖いことで、これなぜこういうことがダメなのかという一つの事例は、海外入国者の問題があります。日本のコロナが感染拡大しているのはデルタ株、なぜデルタ株でこんなにやられてしまったのか、海外から持ち込まれたからですよね。第4波のアルファ株、なんでアルファ株のせいであんなにもう大変なことになったのか、海外から持ち込まれたからですよね。で、なんで海外で持ち込まれちゃうかっていうと、空港で検査して陰性でも数日後に陽性になる可能性もあるわけじゃないですか。例えばこの綾瀬はるかさんのように、例えばね、当日やったけど陰性でしたと、だけども5日経ってから陽性になる人もいるわけですよ。でも症状が出てて、もう陽性判定前からウイルスはもう出してるので感染させてるわけじゃないですか。で、結局海外入国者って、空港で陰性になっても2週間強制隔離はされないわけですよ。で、特に日本の、入国者なんかは自主隔離ですから、あ、なんだ、空港で陰性だからいいじゃんっつって、いや別に大丈夫でしょっつって動き回ってたら、やばい海外の変異株とかをばらまいてる人がいっぱいいるかもしれないっていうことなんですよね。だからつまり検査は当てにならないということです。ということで、PCR 検査や抗原検査は絶対ではないということで、症状が出ているけれども陰性だ、もしくは検査しないけど症状が出てる人って、いやだけど陰性だから大丈夫じゃんっつって動き回ったら感染を拡大した、多分そういう人が日本には多分いっぱいいるんじゃないですかね。検査して陰性だったからいいやっつって仕事行っちゃう人とか、なんか熱出てるけどいいからいいやっつって言っちゃって、実は本当は陽性だったみたいな人がコロナをばらまいてるという可能性があって、本当に今ですね、もう熱とかあったら本当にその動き回ることをやめないと、結果いろんな人に広げる結果になるので、 PCR 検査や抗原検査は絶対ではないということをぜひ頭に、この綾瀬はるかさんの件を、見れば分かる通り、20日に発熱したのに PCR も抗原検査も陰性で、結局陽性になったのは8月26日ってことなので、ぜひですね、皆さんも、検査は絶対ではないと、熱があったらとりあえず休むということをしないとコロナをばらまくことになりかねないということを、綾瀬はるかさんの件で覚えておいていただければなと思います。